皆さんこんにちは、サマです。今回早引きへの道対3回目、1回目2回目そこそこねご好評いただきましたので、3回目もやろうかと思った次第であります。で今回フィンガリングですね。バタバタしないフィンガリングを目指すと。フィンガリングなんですけれども、ロックフォームとクラシックフォーム2種類、まあ、大きく分けて2種類ありますけれども、まあ、今回ですね、そのまあロックフォームメインの話になりますね。でロックフォームなんですけれども、まずまあそもそものフォームの話なんですけれどもね、まあロックフォームってローコードとかもやるじゃないですか、ね、でその時にね、見たらねすぐ分かるんですけれども、要は親指ですよね。このここから顔出してまっすぐ来てますよね。ではまっすぐですね。でもこうなってる人いるんですよね。で握っちゃう。だからこの親指のこことね、人差し指でこうつまんでるわけですよ、ロックフォームっていうのは。それを完全に握っちゃう。で親指ちょっとこっち向くわけですね。そうなると、では人によってはこうもう場所さえこっち行っちゃうっていう。だからこの辺とかね、こう見えちゃったり、だから手のひらもなんかネックの裏についちゃってると。こういうフォームの人はね、どうしたってこのなんていうのバタバタします。まず力が入ってるっていうことですよね。力を入れない、まあ、つまんでると。でその状態でですね、まあ、親指をグッてチョーキングとかやるときはもちろんグッて親指出してね、こうなるわけですよ。ビブラートとかもそうですね。ただまあこのままねこう指を動かすとこう絶対バタバタするんですよ、どうしたって。で私はどうやってるかというとですね、チョーキングとかするときはちゃんとねこう親指出してね、こう力を入れてっていう方はあんまりあれですけどやるんですね。で、まあペロペロするときはですね、ただ単にこの親指の位置をちょっと下げてやると、これをちょっとこう引っ張るとこっちですね。でポイントはその時に普通に引っ張っちゃうとね、結構みんな、なんだクラシックフォームになっちゃうんですよ、こうやってね。ではなくてロックフォームのままこう軽く押さえるだけにすると、親指を。このね、角のところになんか親指乗っかってる感じ。そうすると、要はこのグッてやった時のこの3本のね、形と、軽くやった時、なんかそんなに変わんないでしょ？それがポイントなんですよね。これこういう風にやっちゃうともうクラシックフォームになっちゃいますので。そうすると、このね、裏に余裕が出ます。ということは人差し指に余裕が出るので、このようにね、これ力入れると親指グッと出すと絶対こうバタバタする。でこの方式だとですね、そのままもちろんチョーキングにもいけるとですね。でまあ最初からチョーキングするぐらいの力の入れ具合だとこうなるわ。で楽にしとくとこういう感じで私はやってるんですよね。で、あとはそのロックフォームのままこう巻き弦に行くときですね。私はこのようにこう上行ったらナチュラルにこうクラシックフォームにね、ロックフォームのままだとで、これは全然悪いことじゃないです。まあ、こうやって弾いてる人もいっぱいいます。で、いい悪いではなくて、私はこう、あくまでこう、楽に弾きたい人間なんですよ。楽をしたい。だから、頑張りたくないので、この力をもう抜いた状態でいつも弾きたいので、私はこう、低音弦に行くと、クラシックにしちゃうと。まあこうやってる人ももちろんいっぱいいると思うんですけれども、まあ、やってない人で、まあ、ちょっと佐野みてえにやりてえぞと、もし思われる方で、この練習方法なんですけど、
一番簡単なのはですね、まあ、スケール練習の時に、それもその、ね、A マイナーペンタとか、そういうやつで、で、まあ、行って帰ってくる練習ですね。まあ、クラシックフォームのまま、行って帰ってくると、こうなるんですね。で、これを、だんだんロックにしていくと。親指的にはこうクラシックから一気に、あ、違う、ロックから、親指的にはロックから一気にクラシックになるわけではなくて、これムニョムニョムニョっとこう同じ場所の上下、ロックからクラシック、クラシックからロックと、そうやっておきますと、まあ楽に弾けますし、で下行ったらロックなんで、そのままチョーキングとかビブラートできると。で、私はそうやってやってるんで、なんか指がね、そんなにバタバタしないタイプだと思うんですよ。で、それもね、意識してそうやったわけじゃなくて、いつの間にかそうなってましたね。例えばね、このクラシック踏むのもね、何やかんややる人いますけどね、まあ、このままチョーキングするのはまあ論外だと思うんですけれども、クラシック踏むにしてると、伸ばすときにこの下から一気にこう来なきゃいけなくなる。フォームを変えながらね、これよりは、うん、の方が簡単だと。親指の移動の問題ですね。あともう指の角度が変わらないので、ね、これだ。まず最初からだとバタバタしますよね。で、楽にして、こんな感じで私はやってますね。ですからね、まあ私よくね、なんだ、佐野さんって指長いですねとか言われるんですけどね、それはまあクラシックフォームの時とかもそうなんですけど、まあ楽なフォームをしてるから、こう結局ですね、この指のね、出どころがちゃんとこう前に来てるんで、その分指が長く見えるんではないかと。私全然指長くないし、すっごい普通の手です、うん、無理をしてないと、ね、無理したら早く弾けないですからね。あと力入っちゃうじゃないですか。私基本こう本当に力入れてないって言い方したくないんですけど、入ってないそういう感じそんな感じでやっていただければ楽そうなフィンガリングができるようになるはずですので、ぜひやってみてください。ではまた。